こんにちは、袋歯科医院の袋です。本日のご質問です。妊娠中の虫歯治療にて同期ということです。現在妊娠6ヶ月です。歯科妊婦検診で虫歯と歯周病の治療が必要との説明を受け、今回1回目の虫歯治療を行いました。虫歯は何箇所かあり、数回の通院が必要。妊娠中のレントゲンや麻酔の影響が胎児にないことは説明を受けたのですが、今回の治療で麻酔を打っている際、動悸と気分不快、軽度の手の震えが起こりました。すぐに医師に言うと、一旦中断して椅子を起こして5分ほど休んでから再開して治療しました。もともと血圧が低く貧血になることはありますが、ヘモグロビンは正常値で血液での貧血は起こったことがありません。親知らずで抜歯したこともありましたが、妊娠前に麻酔でこのようになったこともありません。長くなってしまいましたが、今回の麻酔が効きすぎていて、胎児に影響はありませんか？また、恐怖の心がついてしまい、次回から怖いです。先生には頭を下げすぎているのと、呼吸が浅くなっていて、低酸素が起こったのではないかと言われました。それまでの歯磨きや歯石を取っているときはなかったのですが、このまま治療を続けても胎児に影響はないですか？できれば安定期の今に頑張って治したいですということで、29歳の女性の方から、ご質問をいただきました。歯科治療っていうのはどうしても音の出る機械などを使うので、人によっては恐怖と隣り合わせになることがあります。歯科治療時にたまにですが、こういった時に迷走神経反射っていうのが起こることがあります。これは聞き慣れない言葉だと思うんですけども、健康な人でもこの反射が起こることがあります。まあ、内臓に分泌していて、主に自律神経系の副交感神経と関係が深い神経で、通常は交感神経と副交感神経がうまくバランスを取り合って内臓の機能調節をしているんですけども、何らかの原因で迷走神経が刺激され、副交感神経が必要以上に活発になってしまうため、末梢の血管が拡張して血圧が下がり、脈拍が、遅くなります。まあ、歯科治療は体を横にして、行うため、体の上の方にある脳は重力に逆らって血液を送ることになるから、なるため、血圧が下がったり、脈拍が遅くなると、脳に向かう血液の量が減り、冷や汗が出たり、気分が悪くなったり、顔面が蒼白になり、意識も老後になって失神することもたまにあったりします。また恐怖や痛みでも迷走神経が刺激されるとされています。まあ、スーッと血の引く感じっていうのはこの迷走神経反射だと実は言われています。歯科治療における、副作用というか、いろんなこう、なんていうんですかね、アレルギーのことだとか、いろいろなことを考えなければいけないんですが、実はこの迷走神経反射っていうのは、一番症例とすれば多いとされていますので、何もこの女性に限ったことではないと思いますので、そういった面では、あまり気にされなくてもいいことだと思います。要は、恐怖感から起こった、ものですので、恐怖感が取れれば一番いいと思いますし、胎児への影響もほとんどないのではないかなというふうに思います。以上です。